ウッドランズトレインチェックポイントはシンガポールのウッドランズにあるマレー鉄道のシンガポール側の終着駅である。はじめはマレーシアとの国境検問所専用駅として開設された。シンガポールとマレーシアとの国境検問所であるウッドランズチェックポイントの東側に隣接している。開設当初はシンガポール側の出入国管理施設しか存在しなかった。 なお、かつてはこの駅で乗降することはできず、ジョホールバル方面からのシンガポール行きで当駅に到着した場合のみ便宜的に下車ができた。貨物列車も当駅で停車し、積み荷の検査を受けていた。当初は、マレーシア以北へ向かうすべての列車が乗り入れていたが、2015年7月1日、JB セントラル駅と当駅間を結ぶ、シャトルタブラウが運行開始したことに伴い、 長距離列車はすべて JB セントラル駅着発となり、当駅はシャトル列車のみの発着となった。MRT における最寄り駅は南北線、マルシリン駅だが、道のりにして 2km 近く離れており、徒歩圏内ではないマス利用の場合は、クランジ駅が便利である。短式ホーム一面一線の地上駅である。駅舎は西側にあり。 三階建てで、ホームに面した一階部分に出入国管理施設と、信号国所がある。また駅舎内から、駅の外へ出る出口があり、西側にウッドランズチェックポイントが、古泉橋を渡った東側に、マレー鉄道の切符売り場がある。ホームには、駅舎との口が二箇所あり、ジョホールバルル方が入り口で、シンガポール方が出口である。同時に一列車しか取り扱わないため、 駅構内は入国、出国ともに同じ通路を同じ方向に進んで審査を受ける。東側に行き違い線が一本あり、列車交換が可能である。1965年8月9日のシンガポール建国以来、マレー鉄道におけるシンガポールマレーシア間の国境検問所は、シンガポール駅ホーム上に1966年8月1日に設置された。 1990年11月27日、シンガポール領内のマレー鉄道の敷地の扱いに関する協定がマレーシア・シンガポール領国で締結された。この協定は、マレー鉄道のシンガポール駅をタンジョンパガーから吹き、ティマに移転し、タンジョンパガーから吹き、ティマまでの鉄道用地を、マレーシア・シンガポール領国の共同企業体が再開発をするという内容であった。 1992年、マレー鉄道の配線変更を伴うウッドランズチェックポイントの移設計画に関連して、マレー鉄道の国境検問所をシンガポール駅からウッドランズトレインチェックポイントに移設することをシンガポール側が発表した。1993年、マレーシア側はこの計画への同意を発表した。しかし1997年6月、 マレーシア側は1990年締結の協定に関してマレー鉄道のシンガポール駅を武器ティマに移転してから協定が発行と解釈する旨を発表しマレーシア側の国境検問所をシンガポール駅に残存させる発表をした。これに対し1998年4月、シンガポールはシンガポール側国境検問所のシンガポール駅から ウッドランズトレインチェックポイントへの移転は1998年8月1日から実施する旨を通告した。2010年5月24日、両国首脳会談において、シンガポール駅及び同駅構内の国境検問所を2011年7月付でウッドランズに移転することに合意。ウッドランズトレインチェックポイントにマレーシアの国境検問所を併設し、 同駅構内で両国の出入国審査が受けられるようになった。蒸気背景により、1998年8月1日からシンガポール駅が廃止された2011年6月30日まで、マレー鉄道でのシンガポールマレーシア間の出入国は以下の順序で実施されていた。ウッドランズトレインチェックポイント駅ホームの入り口は、乗客全員が駅車内に収容されると閉じられる。 出口は、乗客全員の審査及び列車内の検査が終了しないと解放されない。乗客が全員が駅車内に収容されている間に、列車内の検査が実施される。ありがとうございます。